成績次第で大関昇進の可能性がある関分け。大の里が自己新となる無傷の7連勝を飾った。小結、平戸海を一気に寄り切って単独トップの座を堅持した。2連敗中だった同学年の難敵を圧倒、ダブルコート。関門、を突破し、大関取りに向け勢いを加速させていく。大関、琴桜は西前頭3枚目。 若元春に寄り切られ、痛恨の2敗目を喫した。大関、宝昇龍は3勝目。大の里を一差で追うのは関脇霧島の一人となった。圧倒的な馬力を見せつけた。大の里は、平戸海に胸から当たり、得意の右をねじ込む。左を追っつけ、一気に前に出ると一方的に寄り切った。2秒9で2連敗中だった苦手をどけ、 幕内で自己最長7連勝にも、同学年なのでどこかで意識するが、15日間の戦い、と浮かれる様子はなし。大関昇進目安とされる、三役で直近三場所33勝、まであと5勝。それどころか、単独首位も守り、5月の夏場所以来二度目の支配に向けて勢いは加速している。2000年生まれの大の里と平戸海、歩んだ道は対照的だ。 大の里は日体大で2年連続アマチュア横綱の超エリートで、平戸海は中学卒業後に各界入りした叩き上げ。最速の初土俵から所要7場所で優勝した逸材に対して、平戸海はコツコツ8年かけ7月の名古屋場所で新議役になった。新潟、海洋高時代から頭角を現した大の里は、学生時代からずっと見ていた。 と先にプロ入りして土俵で戦う同学年の姿を追っていた。二人の関係が深まったのが4月の春巡業。初めて参加した巡業で右も左もわからない台の里に手を差し伸べてくれたのが平戸海だった。それまであまり話していなかったけれど、いろいろ世話になった。同い年なので気兼ねなく話せる。優しさに感謝すると同時に、ライバルとして認識する機会ともなった。 各角理事長、元横綱、北東海は、迷いがない。7月の、名古屋場所より落ち着いている、と称えた。大の里も、先のことは考えていない。明日の相手だけを考えている。8日目は勝ち越しをかけ、先場所初日に敗れた三竹海戦だが、今の敵は油断だけ。一日一番、集中して頑張りたい。 毎日のように繰り返す言葉を口にして、王の里は大きく頷いた。